お疲れです。今日は足場職人と飛び職の違いかについてお話しします。まあ足場職人と飛び職の違いと、まあ独立方法も含めてかな、一緒に話していきたいなと思うんですけど、足場職人と飛び職って、まあ大きく違うのは、足場の職人って、まあ簡単に言うとピケってこね、僕らのよく YouTube にある動画の勝ち込み足場みたいなね、あれの職人のことを足場職人って言って、よくコメントでもね、まあ公開しないけど、なんか飛び職、足場職人が飛び勝たんなとか、まあなんかそういうこと書かれる人おるんで、まあこういうの、まあ、聞いてるんだったら、まあ一つ先に言っておいてあげたら、まあしょうもないこと書かない方がいいよって思う、何っていうと、まあ僕ずっと飛び職だったんですよ。だって鉄骨もゼネコンの仕事もやってたしね、有名な現場でもやってた、名古屋でね。だけどそういう人間がね、まあ一つちょっと先輩としてって言ったら偉そうだけど、言ってあげるけど、足場だから飛びじゃねえとか、そういうしょうもないこと書くよりも、まあ自分たちの将来考えた方がいいんじゃないって思うのが、まず一つはさ、その足場の職人っていうのはさ、結構みんなね、やっぱ自分でトラック買って、お金儲けにつながってる、まあ、これちょっとカメラ映っちゃってるんだけど、それって何っていうのは、そのやっぱ足場の職人って独立して、でうちでもそうトラック持ちで下請けで入りたいって言ったらやりますよって、今回募集もこの間かけたよね、普通の YouTube の朝6時の YouTube の方でね、だけど飛び職ってさ、だってゼネコンで受けたりしていかないと無理じゃん。でまあそうやってね、僕もまあそうやって成長してきたんだけど、もちろんだけど、相当やっぱ人が集められないと無理だよね。ゼネコンの鉄骨やるとかなんだっていうのは。で、一人よがだって常用でやってる子はやっぱおるだよね。多分そうやって帰ってくると思う、予測してちょっと俺言うと、いや、俺も一人よがでやってるよって言って、常用でいくらもらってるよって。だけど、足場の職人さんそんなもんじゃないからね。だからなんか、飛び職がどのこうので、足場の職人なんか飛びじゃないとか、悪口書く前に、ちょっと自分たちがどういうね、立ち位置にいるかって言ったら、完全に俺足場職人より下だと思うから、俺飛び職、ね、鉄骨やってる。俺も鉄骨が好きだったの、若い頃はね。で、足場なんかやりたくねえって言ってたけど、だけど、まあ、足場は本当偉いしさ、きついし、まあ鉄骨も偉かったけど、別に。だけど、まあ、鉄骨でね、トーンいくらで受けれるようになるところまで行ければいいけどね。まあもちろん言ってる人がそうやってコメント書いてるかもしれんけど、まあでも、まあそんな書くやつ大したことないよね、悪口書くような人は。だから、まあ俺は、その足場職人さんを、まあ俺が逆に足場あんまり組んだことないぐらいなんですけど、戸建てでも全然組めないっていうか、ね、大きい物件とかはやってたり、あれ、このハンマーのやつやったことないんで、だからあれですけど、まあ、なんちゅうかな、足場職人さんの方が俺は独立のチャンスがあると思って、まあほんで今日もその話をしたいなと思うんですけど、もちろん足場の職人っていうのは、まあ、また塗装の職人と違うところが、足場職人っていうのは本当に、まあ動画にもあるように体壊す確率が高いでしょ、本当に高いでしょ。でね、じゃあそのね、独立した方がいいのかとか、その従業員をそんなんで壊す確率があっても雇っていいのかって言って、そういうわけじゃないけど、なんか結局でも足場って必要なもんだから、雇わなきゃいけないし、やっていかなきゃいけないと思うんだけど、でそれでね、また働いてる子も足場が好きっていう子たちがまあ集まってるからいいんだけど、じゃあどうやってその子たちの、じゃあ将来考えてったろうって僕も経営者として思った時に、まあ、独立させるとか、それかもう本当にもうビッグな足場屋作るか、もう本当にもう愛知、三重、岐阜どころじゃなくて、全国で一番でっかい足場屋作るぐらいの、あれだったらさ、責任者になったりさ、監督になったりさ、いろんなことがあるわけじゃないですか。足場の需要っていうのは、まあ、絶対どこにでもあるんだからさ。だから、みんなもこれ聞いてて、足場の職人さんがもし聞いてるんだったら、やっぱ自分の体がやっぱ壊れる時が来るから、絶対に。そうなるんだったら、やっぱきちっとどっかでやっぱお金貯めて、ね、残業も多いし、ね、仕事忙しいからさ、今。結構給料多いと思うんだ、今ね、見てる子たち。だけど、やっぱりいつまでも持たないからね、やっぱ30、40になってくると体も怖くなってくるから、本当に賞味期限短いから、プロ野球選手みたいなもんだよね、逆に。で、プロ野球の選手みたいなもらえやいいけど、給料ね。まあそういうわけにもなかなかいかんから。だから、なんちゅうかな、まあ、
トラックは、で中古で買えば100万、200万で買えるでしょ。でそこから始めばいいんだもんね、4等車買って。うん、で、やっぱ使ってくださいってやれるだろうし、まあ、手間受けでもいいよね。うちは、まあ、そういうのは、まあ、考えてることもあるんですけど、まあ、手間受けでトラック貸してというのもあるし、材料を持つってなると相当お金いるから、1件100万ぐらいでしょ、多分。違ったかな。まあ俺、どうだったかな。まあ、100万ぐらいだと思います。だけど、毎日足場組んで、だってバラす間に1ヶ月ぐらいバラしが待つんだったら、1ヶ月分がいるわけでしょ。最低1日1個組もうと思っても。そうすると、30等分組もうと思ったら、3000万円でしょ。足場材だけだよ。それさ、ね。ってなってくると、やっぱ、いきなりは買えないから、リースとかになると。でもリースなんかしてたら本当に合わない。そんなに単価良くないでしょ、足場もね。だからリースなんかしてたら合わないから、まあ本当に貯金して、まあ、まずはトラック1台買ってそこから始めて、である程度商売やってたら本当に銀行がお金貸してくれるから、あの足場材買いますって言ったら多分1000万2000万すぐ貸してくれると思うよ。あの例えばトラックまあ1台もしくは2台で和解しようって3、4人でやってたら、まあ2、3年やれば、まあ銀行は1000万2000万ぐらいだったら貸し来ると思う。ちゃんと利益で出してたらね、まあ利益出るよね、手間受けでやってたら、うん、赤字はないじゃん。まあ社長がお金いっぱい使わっとけばね、給料安くしないんだよ最初はね。俺も本当にあのまあ他の動画でも言ったであれですけど、最初給料1年2年もう売上1億超えてても給料15万とかでやってましたよ。最初10万だから、10万15万だから、うん、だから、うん、ガンガンしないんだもんね、商売考えてたら。それは若い人のためにもなってくるだろうし、あの自分のためにもなってくることだから、まあやった方がいいですよね、うん、でまあ足場の職人、じゃあいつ独立したらいいのっていう話になると思うんですけど、僕はまあ一つもう明日でも明後日でもいいと思う、まあ、その会社に話さなきゃいけないよちゃんと。で独立したいですっていうことは話せばいいと思うんですけど、なんちゅうかな、やるタイミングってすごいやつは世の中に山ほどおるじゃん、足場できる人なんかね。でも俺も飛び職やってて、じゃあ毎日一生懸命やってよ、本当に手足がちょん切れるぐらいまで一生懸命やれって言うんですけど、ま、ちょっとプリントが動いちゃった。だから現場出ても本当に毎日一生懸命やって、今日一生懸命もでもまあどっちかっていうと僕もドジで不器用だったんで転んだりね、まあ安全帯使ってて落ちかけて何回もっていうのもようあるし、だから、うん、だから一生懸命毎日やるのはもちろんだけど、じゃあ自分より仕事ができる人がいるから自分は独立できないとか、そんなことは思わなくて全然いいと思う。だから僕よりもう僕の先輩とかね、すごい人たちいっぱいおるからね、職人でもね。で今でもよく、まあ俺はあんまり電話する人じゃないし、仕事が本当にね、こういう動画撮ったり、もうちょっとでも時間あったらもう朝から夜まで働きたい、働いてるから、もってやりたいことあるから、本当は。だから、あんまりね、交流深く先輩飲みに行きましょうとか、そういうタイプじゃないんで、あれですけど、本当にまあ、よくしてもらったりして、まあ、昔から先輩ね、今でも多分会ったら、おぉ、勝田部、飲もうかーって言ってくれる人いっぱいおると思うんですけど、だから、まあ、本当に、一つは、自分ができるかできないから独立できないっていうのはないよね。まあ今見てる人は足場の職人さんだと思うので、ある程度のことできるわけでしょ。いやこれがもう足場組めないって言ったらもうそれはもうまずいでしょって。いやほんでお金持ちでね、例えば1億円出すから足場やって従業員雇うからって言ったらいいけど、まあ多分そういう人少ないと思うでしょ。まあほんで俺はそういう人に向けての動画じゃないからさ、みんなが聞きたいのってお金ないけどどうしたらいいんかなっていうとこだと思うから、トラックなんか別にローンで買えばいいもんね、だって200万のローン2年で組んだら年間100万でしょ。で、まあ、結構するか8万か、でもまあそれぐらいのものは出るよ独立者。ただ毎日仕事がないでいきなりトラック買ってもっていうのがあるんだったら、レンタルで1万円でも借りれるしね、まあ、そこからまずお客さん増やしけえよね。1社2社と取引が始まってきたら、まあね、月の半分はトラック持ってって、で焦って買う必要ないよね、リースで借りてでもいい。リース会社だったらそんな高くないと思うよ。まあ1万円いかないと思う、トラック借りるのね。まあちょっと違ったかもしれない。まあ10日間借りるとかでちょっとそれになるかもしれない。ちょっとそこはちょっとごめんなさい。ちょっと調べやろう。すぐわかるでしょ。今の子はそういう子だよね。なので、まあ、まずは、もう、やっぱ独立したんだったら、もう
1日も早くやった方がいい、うん、会社とちゃんと話してね。で会社で話してはちゃんと使ってくれるし、まあ、話してダメだバカ野郎って言われるかもしれんけど、うん、まあバカ野郎って言ったら自分もやっぱ切腹するぐらいの覚悟でね、うん、じゃあいつになったらあの独立させてくれますか、ダメってことですか、いつですか、やっぱ日付切って、うん、やっぱそれやってバーンって、いや僕の親方そんなんじゃないですとか、いやね、あると思うんだけど、まあでも商売しても本当に変なやついっぱいあるからね、うん、俺もお金もらってない人とかもおるし、だから、まあ、それはやっぱ経営者になる以上ね、自分に従業員ができる以上父親になるでしょう、だからってことはやっぱ責任を負わなかった立場になってくるから、相手が怖い人だったら言えないとかさ、まあ、そのめっちゃ怖いとおるじゃん、それは俺も言えんけど、うん、いや少々怖くても、まあ、覚悟足プルプルプルって刺してでも言わなあかんときはやっぱ言わなあかんでね、俺もあるでね、それはね、やっぱ経営者やってるとお金もらえないからどうしようとかさ、だけどそれは、あ、分かりました、お金がないですって言ったら従業員の給料払えないもんね、だから、うん、まあそれはいろんなことある、まあそんな怖がらなくてもいい、これはもう大げさな話っていうか、その稀な話だから、そんな、最初は知り合いとか先輩のつながりから仕事もらっていけばいいから、またその職人さんでそういう話したけど、まああの何にもなんかどっからじゃあ仕事もらうんですかっていうのとかもコメントあるかもしれんけど、うん、まあそんな別に先輩とか足場屋やってるんでしょ、今やってるんだったら今やってる仲間大切にしておけば、その子たちがまたね違う会社行ったりしてるうちに情報がネットワークができるじゃん、それでいいと思う。でそこから俺独立しようと思ったんだけど、あそこまあ最初は常用でもいいんだよね、常用ってのは1日いくらね、1日いくらでからスタートしてもいいんだよね、まあ、まずは1万5000ください、1万2万くださいって、まあ、塗装の独立の話でそれ同じような話してるんですけど、うん、あの行っちゃいかんのはもうなんか会社やったからって頭でかちになっちゃって、もう1万8000円もらわんとやりませんみたいな、でそれは早いわお前って俺も言うもん、それはお前もさって独立したばっかでさって、俺もお前に何の信用もないやつに仕事させんだぞって、うん、それでね、ポーズ連れてきていいですか、全然できん子なんです、でも1万8000円ください、2万くださいって言ったら、いや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 、お前別に俺お前になんで金払ってお前の若い子育てたらなんのってなるじゃんね、だから、うん、僕後輩が入りたいって言っとるんでね、いくらでもいいで使ってくださいでいいじゃん、で給料ね1万円あげたいもんででもいいしね、で1万3000円くださいでもいいと思うのは、いくらでもいいと思うのは、でガソリンがあるし、まあご飯も釣れたらあかんし、安全帯も買ったらあかんもんで、ね、これぐらいはくださいっていいと思うんだけど、まあ、あんまり頭でかちにならず、うん、やっぱ相手にも相手のね、そのパワーっていうかね、お金もそんな、誰でもお金も金があったらさ、俺もう会社なんかすぐ潰れちゃうじゃん。うん、だから、うん、まあまあ、お前さ、それ、お前の気持ちはわかるけどって俺もよく話すことあるんですけど、うん、だから、うん、まあ、ね、自分たちが、その、仲間うちで会社やるんでも何でもいいと思うんですけど、まあ下からやっても別に全然その大したことじゃないから、う本当にこんな金額でやらされたらどうしようとか今は不安になるけど、そのね、俺もやり始める時本当になんか俺はなんか親戚とかからそういうのをなんか会社の経営契約書とか作らなあかんぞとかなんかすごい空気入れられて、うん、なんかすっごいやったけど、もうそんな別に契約書とかも何もいらない、別に信用でやっときゃ、で契約書なんかあったってお金ないって言って飛ばれたらもう結局もらえないし、電話出なかったら取れないもん、うん、だからそんなの必要ないから別にね、うん、だから、まあ、まずはその知り合いから紹介紹介で仕事していけばいいから、周りの人大切にして毎日一生懸命仕事してれば、あの必ずあのチャンスは絶対巡ってくるし、自分からそのチャンスつかめるようにはしょうがないよ、大切独立したいな、お金おチャンスが来てもお金がなかったらできないでしょ、まあ50万でもありゃトラックの頭切りもなるじゃん、うん、50万だったら僕だったら買えるしね、だから、うん、そんなになんか周りをこうやって疑うよりも、うん、なんか、うん、そんなに世の中悪い人いないと思うからね、お金もらえなかった人っていろんな人もおったけど、まあ、それって向こうが苦しくて払えなくなっちゃったっていうのがほとんど、最初から騙したろうなんていうのは、まあ、今一般の人とやってるから一般の人にたまーにいるんだわ、100頭200頭に1頭ぐらい、うん、工事終わった瞬間電話に電圧が1人おんだけど、まあ、そういう人も、まあ、中にはおるけど、まあ、そんな本当に稀だって、ね、だからみんなそんなことは、まあ、ましてや会社やってるとか職人やってるやつとかそういうので頑張ってるやつらの周りにいる人なんてみんな頑張ってるじゃん、だから、ね、変なやつと付き合ってて、その変なやつは変なやつだよ、なんか
間に入ってピアノ入れちゃおうかなとか、そういうやつが周りにいるんだったら自分がそういうところに行ってるだけだよね。俺そういうことやっぱ若い時やんちゃくれた時やっぱやんちゃな人がおったし、そういう人が周りに確かにいたなって思う。だけど今自分がそういうことしないから、うん、そういうことを求めてない。そういう人と喋ってるの1分でも喋りたくないから、もう負のエネルギーを吸い込みたくないからさ。だからそのためにもうそんな人も周りにいないし、社員にもいない、うん、いない人か、そういう人は離れてく、俺も離れちゃうし、うん、だからみんな そんなにビビらなくていい。で、足場の職人なんか本当に独立してやった方がいいと思う俺は。それか本当にいい会社に巡り合って、あのちゃんとしたね成長してる企業とね、そこでね、あのまあナンバー2になるとかナンバー3になるとかナンバー1になるとかいうところ、まあ、ずっと 2,3 人でやって、これ5年経っても 2,3 人でやってんのかなって思うんだったら、まあそこにいると苦しいかもしれんな。わかんない。今は金がいい気でっていうのがあると思うんですけど、もうちょっと最後ちょっとなんかだらだらってなっちゃいましたけど、まあ終わろうか。こんなもんにしましょう。まあ足場の職人さん本当頑張ってください。僕は飛び職結構好きだからね、うん、よろしくです。